ポートモレス B はパプアニューギニアの首都で同国の最大都市。2011年の人口は36万4145人。パプア湾に位置する港湾都市で天然ガス、ゴム、金、コプラが主要な輸出品である。海岸部には保障が発達している。ポートモレス B に住んでいたモツ族は壺を作って、サゴ賀市その他の食料、カヌー用の丸太などと交換し、 湾内の水上に高床式住宅を建設し、ハヌアバダなどの集落を作って暮らしていた。また、湾岸州の人々と通婚し、血縁と交易による強い結びつきを形成していた。ヒリ貿易と呼ばれる小取引は大規模であった。20隻ほどのカヌー、またはラカトの船団には600人の乗組員が乗船し、航海の音に約2万もの土器を運んだ。 持つ族にとって、ヒリは、営利目的のビジネスであっただけでなく、その長く危険な航海のゆえ、自らの種族としてのアイデンティティを確かめるものでも、あった。この航海は、現代においては、エラ海岸で、毎年9月に行われるヒリモト祭りにおいて、忍ばれている。1883年のポートモレスビー19世紀の末、欧米人として初めて、 この場所を識別したイギリス海軍軍人である一等起草、スループバジリスク艦長のジョン・モーズビーが探検に訪れた時代までにはこの地域はすでに重要な貿易拠点であった。モーズビー艦長はニューギニア島の東端の産後海を抜け当時知られていなかった3つの島を発見した。1873年2月20日の朝10時、彼はその土地がイギリス領であるとし、 彼の父、フェアファックス・モーズビー教にちなんで土地を名付けた。ニューギニア島南東部が大英帝国に帰属した際、実際にヨーロッパ人による移住は10年後まで行われなかった。英国領ニューギニアは1906年に新しく設立されたオーストラリア自治領に引き渡され、パプアとして知られた。その後1941年までポートモレスビーの町はゆっくり成長していった。 町の成長は主に港の施設や他の設備が徐々に改善されていった半島部で起きた。電気が1925年に導入され、水道管は1941年に付設された。第二次世界大戦中は連合国の基地があった。1942年に日本軍は海上からポートモレスビー攻略作戦を遂行しようとしたが失敗した。その後、 陸路からも攻略作戦を行ったが、これも失敗した。国会議事堂1975年、ポートモレス B はパプアニューギニア独立国の首都となった。近代的な建築技術と伝統的な設計が統合され、1984年に完成した国会議事堂を含めた政府の部局が入る新しい政府の建物がワイガニに建設された。 PNG 自然博物館及び国民図書館もワイガニに位置している。ポートモレスビーの人口は独立後急激に増加した。1980年の国勢調査では12万人であった。人口が1990年まで29万5千人に増加した。2000年代末には30万人を超え南太平洋随一の都市になった。住民が道路沿いあるいは 低木地帯の脇で数多くの野焼、き、焼き畑、焼却などをするため、町は煙の萌やにしばしば覆われる。地域の消防部署による調停を受けずに、野焼、き、焼き畑等が依然行われている。国会議員を選出する選挙戦は熾烈で、2002年の国政選挙の時、パプアニューギニア大学の学生が警官に撃たれた事件がこの地で起こり、暴動に発展したこともある。 2004年、ポートモレス B は、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの世界の130、首都のランク中でワーストであった。レープ、盗難、殺人の頻発、及び地元で、ラスコールとして知られる、ギャング団による、大部分の地域エリアの支配などに起因する。2004年の、ザ・ガーディアン新聞の記事、失業率は60から90%、殺人率は、モスクワの3倍。 ロンドンの23倍と見積もられた。こうした状況には経済の不安定さが影響していた。2000年代末になって経済の安定化に伴い治安も回復しつつある。しかし、その一方で中国系ビジネスに対する組織的犯罪が増えてきている。2010年1月に中国系アジア男性が白昼射殺されるという事件が起こっている。 彼はそれまでにも数度にわたって襲われていた。また、中国系ビジネスマンの殺人を請け負う組織もできており、警察に摘発されている。犯罪が組織化される傾向が出ている。2013年にまとめられた世界の住みやすい都市ランキングでは140都市中、ワースト3位になっている。古希地区の海岸部新種とは、ワイガニ地区に位置している。以下の旧地区に分かれる。 サバナ気候に属し、12月から5月が雨季、残りが寒季である。年間降水量は約1000ミリメートル。最高気温は摂氏28度から摂氏32度の間で、最低気温はほぼ摂氏24度である。ポートモレスビーには、同国最大の国際空港であり、空軍基地である、ジャクソン国際空港があり、ニューギニア航空と PNG 航空の国内線。 国際線が発着している。一方で、バージンオーストラリアは、ブリスベン行きの便を有している。ジャクソン国際空港からは、ブリスベン、ケアンズ、シドニー、ホニアラ、ナンディ、マニラ、シンガポール、クアラルンプール、香港、東京行きの便が発着している。高速道路が不備のため、ミニバスや地域の乗り物である PMVS などでたどり着くことのできない街に、 多くの国内線が就航している。2018年11月、ポートモレスビーでアジア太平洋経済協力会議が行われた直後には勤務手当てに不満を持った警官や軍兵士が議会に乱入して施設が破壊された。合わせて一部地域では略奪が起こる騒ぎがあった。英語での発音は PRT メートルルチェビーであり、日本語におけるカタカナ表記は ポート・モーズビーもしくは、ポート・モーズビーが適切であると考えられるが、日本では慣用として、モレスビーと表記、発音される。なお、名称のもとになった、イギリス人名、及び命名したイギリス海軍将校の名については、モーズビーと表記、発音されることが通例である、シティ・ポピュレーションへ閲覧日、2017年1月31日、川崎一平、 南太平洋随一の国際都市、吉岡正則、石森昭夫編著、南太平洋を知るための58章、メラネシアポリネシア赤ア書店2010年78から79ページ、世界一住みやすい都市は3連連続で、メルボルン、最下位はダマスカス。ロイター。httpjp、ロイター .com、アーティクル、アドリーニャフニズ。 いじて 97S00G2013829 ページとナンバーイコール 1& バーチェルブランドチャンネルイコール02014年2月9日閲覧警官や兵士パプア議会に乱入イコールエーペック会に手当て見払いに抗議 AFP2018 年11月20日閲覧ありがとうございます